形的には一回り二回りぐらい細いんですよね。そう。それもあるかも。あと私がこうやってずっと塗ってるから、基本リップを。あ、吹奏楽あるある。あ、でも同じサックスの子はみんな、そう、みんなリップすぐなくなってたし、あとは冬あるあるなんだけど、あのね、このリップなんか当たり前なんだけど、あのカイロと入れるとすぐ溶けるんですよ。カイロとポッケに入れちゃうともう一瞬で溶けちゃうから、それで、それもあるけど、なんならいい溶け方したらなんかちゃんとこの形に固まってくれるから、ちょっといびつながら一回溶けたやつを使ってたりする。そう、すぐ溶けますこれ。それぐらいね、なんか滑らか。そう、私リップ何個か何種類か愛用してるんだけど、これが好きみたいなのが何種類かあってのうちの一つです、 DHC の。ちなみにこれはそのピンクなんですけど、これなんかディズニーコラボで、ディズニーコラボしてる可愛いやつもあって、そう、めっちゃ可愛いです。頑張ってね、頑張ってね、頑張ってね、頑張ってね。さて、あ、どうですか写真集チェックしますか、どうですか写真集。今日、明日、明後日までですよ、この絵から。よかったらぜひよろしくお願いします。よろしくですです。あ、もうあっという間にこんな時間になっちゃって。で、違う違う、私はね、違う違う、一個探してたのがあって、あ、これだこれだ、ちょっと待ってね、今私の、私ちょっとごめんね、肘に顎を置いててごめんね、ちょっと顎が重くってごめんね。これどこにやったっけな、あれれれれれ、あった、あれれれれれれれ、あれれれ、あれれ、あ、みんな写真集どうですか、どうですか、どうですか。これなんかみんなの声援がないと無理みたいです、このやつ。あ、風置さんありがとうございます。頑張れ頑張れ頑張れ、風置さんが言ってくれたぞ。
ありがとうございます。なんか書いとくね。これとこれ、私はね、頑張ってね、ツイートしようとしてる。ふわふわふわ、ここ数日リップがなかったのよ。だからすごいその反動でいっぱい塗っちゃう。直筆サインください。いいよ、この写真集を今週予約してくださった方の中で抽選で30名様に直筆サインをプレゼントできるので、よかったら写真集、私の直筆サイン欲しいよって方はぜひ、まあ抽選って言うても多分まあ、めっちゃ予約したら多分当たると思うんでそう、わーい、そう、かなりの高確率で、そう、よかったら、そんなに欲しいんだったらどうぞ、ぜひ写真集予約してね、予約してね。なんか1種類が当たると嬉しい。まあそうだね。でもさ、30名様が7週だっけ、3、7、21、210名様に当たるからね。結構当たるくない？そうやって考えると、そうやって考えるとすごくない？毎週30名様って、
恋の活動期間にはもうないです。あ、パネルかな、パネルどうなったんだろう、分かんないな。パネルかな、そう、210名分書くのか頑張れね。私サイン書くの好きだから、喜んでくれるならいっぱい書くよ。とりあえず毎週購入してます。ありがとうありがとうありがとう。の日はまたお寿司を、どうだろうな、どうだろう。あれすごかったよね本当に。今思えばさ、めっちゃ優しいよね、お寿司頼んでくれるって。すごい嬉しかったな、優しい。毎週買ってます、ありがとう。毎週勢の皆様ありがとう。そう、今回もイベントあるといいな、あるといいな。ごめんね、私もあるといいな程度にしか知らなくてごめんね。あったらいいな。でも210名様だとどれぐらいで書き終わるかな、どれぐらいで書き終わるだろう、練習した。違うな、違うな。審査員、そう、そういう時のタブレット、じゃ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 ん、タブレット、あ、あった、あった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 、そういう時のタブレット、あ、やばい 25% しかない。そういう時のちょっとあんこちゃんの写真が見えちゃう。よいしょ、私の顔めっちゃ光ってる。あ、えい、オーベーさん、オーペーさん、ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。あ、なんかこのペン嫌だな、このペン嫌だな、なんか変えたい、どうしたらいいんだろう、ペン、ペン変えたい。あ、下に出てきた。え、これじゃない、これじゃない。あ、これ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 。違うな。あ、私いつか。あー、これだ、はい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 、私そうだ、サインこれにしたんだった。あ、ハートつけた、あ、点にしたのかみたいな感じで。みんな写真集いかがですか。マスキングテープが、マスキングテープが助けを求めてます。みんな助けてって言ってます、マスキングテープが。
れだわ。新しいサイン。うん。待って、どっちが早いんだ。あ。いつものサインよりも早く書けるかも。これはじゃあいっぱいサイン書かないとな。いっぱいサイン書かないとな。ね。そう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 。みんな助けてあげて、マスキングテープを。みんなよかったらぜひ写真集チェックしてくれるとマスキングテープが喜びますマスキングテープが泣いてる、泣いてる。頑張れ。ずっとまた変な剥ぎ方してるっていう。あ、助けが、あ、助けが来た。ありがとう、マクレガーさん、キューさん、ありがとうございます。頑張れ。ありがとう。頑張った。どう？見て剥がれなくなった。ちょっと。剥がれなさそうね。剥がれなさそう。レスキューがね。30分は持ちそうね。30分持ちそう。あと1時間15分持ってくれたらいいな。あと1時間15分。よかったわ。あ、え、早く楽しみ。このアイマスクをつけてリップして、足の炭酸のやつつけて寝るの。あ、なんか肩のやつも買ってこればよかったな。肩温めますみたいなやつ。でも私ね、肩ね、そう、今ねめっちゃね肩凝ってるんだけどね、多分ね。冷えもあると思うんだよね。そう、絶対悪くない。冷え、絶対冷えてるよねこれね。そうだから、あったまる。冷えよくないよね。冷やさずに寝ましょう、ね。ね、
あ、やった、ノリ。ノリ食べます。みんなびっくりしてる。みんなびっくりしてる。あのね、一昨日のリリーベの時のお弁当にそのこのお祈りがついてたんですよ。お祈り、お祈り、お祈りじゃなくてお祈りです。そう、おいしい。のり好きなんだ私。のり、ゴンタさん、ありがとうございます。スープなくなる、あった。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。うん、おいしい、おいしい。のりついちゃうよね。あるある、嬉しい。このお祈りは海苔足すんじゃなくて、後でまたお弁当のことを思い出してねっていうものだと思って。美味しかった。ごちそうさまでした。お祈り。ちょっと手洗ってきますね。はい、開けます。剥がれなくなった。ちょっと剥がれてるけど、でも剥がれてない。
げな、ありがとう、パワーをくれてありがとう。ね、剥がれなくなったね。雪ですね、雪です、雪です、雪です。こぶちゃんセブンさん、バンダナくんさん、あ、3冊ありがとうございます。バンダナくんさん、バンダナくんさん、バンダナくんさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、サイン当たりますように、当たりますように、ありがとう、ありがとうございます。当たりますようにだ、ありがとう、みんな優しい、本当に優しい、嬉しい。あ、あと2週間ぐらいだ。今回の3セットの写真も綺麗でいいね。ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう。もう少しで1万盛り上がりいくね。やったね、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 嬉しいね。こんばんはです。こんばんはです。その時間の写真予約受け付け中です。きます。あ、あ、キムコさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。
にメッセージがあった。見ちゃーって今気づいた。おしゃれ、おしゃれ、今気づいた。嬉しいね。嬉しい、嬉しい。すごすごさすがみちゅう、すごさすがみちゅう、すごすごしかもそれをさ、私そう時差で見つけたから余計なんか嬉しい。余計嬉しい。ちょっと入れとこ、自分のも持ってます。すごい、ここまで予想してたのかな、もしかして。あ、カズさんありがとうございます。ありがとう。またなくなる。なくなった、もうない。ない。ペンでここ、待ってね、ありがとうって言って、あ、ポーチの中とか違うな、違うな、違うとして、食べてなかった。そしてあんまり折れてなくてすごい。私シェアポキ、全然折れてなくてすごくない？1週間入ってた。そう、ちょうど11月11日にもらったの。それはね、ずっと一般心しちゃってたの、もらったのに。すごい、私にしては全然折れてない。ペンがポッキーに変わった。そういうことか、そういうことか勝手に解決、そういうことか。ペンがポッキーに変わったのか。そんなわけあるか、そんなわけあるか。
どこ行ったんだろう、この短期間に。だってキムコさんまで会ってカズさんでないって何、うん、え、本当になんだろう、なん逆になんだろうね、なんだろうな、何が何、ないよ、え、うん、あ、え、いや違うな、え、え、いや、うん、なんか、え、私このペン使ってたさっき、でわかんないよね、私ね、ペンね、いろんなとこにいろんなのがあるから、これかな、さっきさこの音してたよね、時にさこのポッケ触ってたんだけどさ、このポッケ触る時に一緒にさペン持ったまま手突っ込んじゃってそのまま置いてきちゃったとかうん、なんだそりゃ。でもそれがあるのが私だから、なんかそんなわけないよねってなんない、私が私うん、これなのかな、さっきまで使ってたペンって、うーん、ね、これかな、もしかしたら、もしかしてだけど、もしかしてだけど、これだった説もありますね。そうですね、さあ皆さん書けます、もう書けます、お待たせしました。あ、明日の予定入ってるかな、手帳に、えい、あれ今日中なのか、はいはいはい、あ、私ここで間違えてたのか、なるほどね、はいはい、これ25です、なんかね、わかんない話していい、わかんない話していいって、なんかもともとね25日なんちゃらって言われたの、25日なんちゃら、ほんほんほんってなって、でマネージャーさんに25日あん、私26日だったと、昨日26日だと思ってたものが25日だよって言われて、え、待って、私でね、私26だと思ってたの、だから、え、私なんか、え、マネージャーさん26だと思ってるかも、ってかマネージャーさんに今日、え、ね、あれあれ、私25って言ってました、26って言ってましたって言った、25って言ってたよって、私そこまで合ってたの、そこまでは合ってたの、でもいつからか25ってちゃんとマネージャーさんと正確な話してるのに、いつからか自分だけ26だと思ってて、でなんだろうなと思ったら、手帳に26日に書いてある、これ私手帳に書くときに間違えてその認識になったという話で、そうまた言ってくれたけど、そういうことです結局そういうことでした、謎が解けた、今そういうことでした、でした。
りやすいです。わかりやすかった、さすが。あ、えい、いっちーちゃんさん、ありがとうございます。ありがとう。こんなこんなで、こんなこんなで11時です。こんなこんなで充電渡しとこ、いつか切れそう。えい、なんか私充電器2つも、あのね、これね見て、これ2つあるの、刺すところは。でも線は1個しか持ってないから、いつもなんか充電難民に、私よくやってるよね。うわ、こっちの充電ない、いやでもこっちの充電もないみたいな感じでさ、よくバタバタしてるよね。もう一個線持ち歩いたらいいのに、てか買ったらいいのにな、私充電の線買ったらいいのに。私本当だったらなんかプレゼントでもらってほしい、嬉しいもの、多分充電の線がベスト3に入ってる、うん、もらって嬉しいもの。でも多分みんな家電そう送れないから、送れないんだけど、そう、羽ピン羽ピンほどじゃないけど、線も割と消耗品じゃない、なんか壊れるとき壊れるしね、なんか使えなくなるじゃんし、あと私みたいにそのなんかそう全国各地旅してると忘れてきちゃったりとかするし、あとはなんかそうなんだよね、こうやって常に2つ持ち歩けたらなとか思うから、そういう時にいっぱいあったら便利なんだよね。でも確かに怖いな、なんかこういうのってさ、盗聴器とか簡単になんか入れられるって言うじゃん、こん中にね。これはちなみにちゃんと自分でネットとかでもなく、ちゃんとっていうかコンビニで買ったやつなんで、そう入ってないです、入ってないです、当たり前だけど、そう、そうね、怖いよね。そう、もしかしたらさ、はなんか携帯からも私の声聞こえるけど、なんか別のやつからも同じ声が聞こえてたりっていう人がいたら、ちょっとそれは。それは良くないね、それは良くないね。そう、なんか本当に全然折れてないんだけど、これは強かったのかな。私結構ガサツに扱うからさ、このね、
まうま。え、これが強いかも、なんかもしかしたらポッキーが私にも、私が持ってもボキボキにならないぐらいのね。うん、あともうちょっとだ。あ、いっぱい星くれてる、ありがとう。なんかいつもなんかこういうイベントっていうか、こういうなんかポイントのやつでは加算されない無料のキラキラ星が、このちょっと食べ物で刺すのよくないね、こちらのポイントに加算されるみたいなので、そう100個まで投げられるから、一人よかったらぜひ。そう、あとはそのチャレンジじゃない、ミッションでもらったゴールドはぜひ10っていう、あ、10作れちゃった、10っていう、こっちかみんな、こっちか10っていう、そう、あ、ありがとう、そうギフトにしてもらえると良いです。どうぞよろしくお願いします。あ、ありがとう、いっぱい、そう、嬉しい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 、いい音ね、雪だよね、うん、だ、
たかちゃん MP5 さんありがとうございます。ありがとう、ありがとう。今日16？ あれ違う、違う、今日は昨日はちょっと待ってね、昨日が16か。はい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 、剥がれてないね、剥がれてない、ちょっとこっち剥がれそうだった、でも剥がれてない。上優秀、上舞台優秀だわ、優秀優秀。ゆき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 頑張ってる、そう頑張ってます。
お話し会楽しみだね。はいはいはい、はい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 、明日のためにパックも買ったよ今日。集中保湿ケアいやー本当に今日寝るのが楽しみ。早くお風呂に入って、そう入浴剤もあるんだ。そう、あとちゃんと加湿器つけてる今。これからどんどん乾燥していくから、なんか楽しみ、それはめっちゃ幸せですね。幸せ、みんなも、みんなはベッド、布団、敷布団、敷布団、ベッド、布団、布団、モットレス、時間置き、敷布団、ベッド、え、ベッド欲しいになる、もしかしてこれ、もしかしてだけど、布団、布団、あ、ベッド欲しいになってない、何が欲しいになってんの、ベッドってしたら星になるの、ベッドだといいけど、ベッドだと星になるの、なんで、なんで、そうなんだ、みんなじゃあ星で寝てるのね。ベッドにさ、その枕とかにさタオル乗せて寝る人とかいるじゃん。そしたらさ、ベッドにタオルだとさ、もう星に星ってこと、星に星ベッドにタオル、あ、みんな星に星って言ってるもう何言ってるか全然わかんない何にも伝わんないね、何にも伝わってないよ私にみんなすごい、なんかすごい語尾に星つける人みたいになっちゃってるよみんなかわいい、ホテルもか、じゃあホテルのベッドにタオル、ホテルのベッドにタオル
星の星に星の星に星星の星に星のにのにって言ってるみたい。のにのにみのにかわいい星だらけ、かわいい。30分だ。あ、たまにこたつに入って朝まで寝てます。え、最高じゃないですか。でも風邪ひいちゃうやつだね。風邪ひいちゃうやつだし、風邪ひいちゃうよって怒られちゃうやつだね。星ついでにみんな、あの星100個溜まってる方、100個投げても明日もらえ、またもらえるんだけど、100個投げると100ポイント私に入るみたいです。なんか珍しくって、それがそう珍しくって嬉しい。だいたいさ、こういう星だったりとかってさ、そのなんかちゃんとしたイベント、ランキングを競うようなちゃんとしたイベントだとさ反映されるけどさ、何ポイント達成みたいなやつにはさ、そう反映されないんだけど、なんか無料の星って。そうなんだけど、今回は無料の星の対象だからすごい。あ、10周年だから特別、確かに特別、10周年だから太っ腹なのかね。太っ腹。そうだって5000人が投げたら達成するらしいよ。そう、5000人が100個投げたら達成するらしいです。あ、そろそろ表示かな。さすが、さすがです。そろそろだ。いない。ぜひあと30分この配信から写真集を予約すると、こちらの絵柄の生写真が届いてきます。よかったらぜひよろしくお願いします。何とぞ何とぞよろしくお願いします。
35だったよね。あと、もうちょい。あと4000ポイントだ。ってことは、40人が合ってる。40人が、別に今日は必ずね達成しないといけないわけじゃないからね。だからそう、だから大丈夫だよ、だから大丈夫だよ、全然大丈夫だよ、ね、明日もあるしね、明後日もあるし、明後日もあるからね、大丈夫だよ、うん、大丈夫だよ。あ、写真集はそう、今日と明日と明後日しかないからぜひチェックしてね。あとそう、これもゲットしてね、ぜひ私のオフィシャルオンラインストアから、ファンクラブのページから入れます。え、しかもあのバナー可愛くない？あのこうやってるやつ、オフィシャルオンラインストアのバナーね、くれたバナーも、バナーまで見てくれたかな、可愛くないって、もう可愛いしか言わせないような、そうか思った、可愛いバナー可愛い、ありがとう、そう、ありがとう、ありがとう、そこから飛べます、そこのバナーから飛べますので、結構これね、もう手に取ってくれた方は分かると思うんだけど、これね結構細部までこだわってて、そう、日付はグリアリだし、広島グリーンアリーナ会議有効で、瀬戸内の時の由美子から、そう、イメリン戦卒業コンサート記念区間、お誕生日48はもちろんなんだけど、この裏後ろのさ、オレンジの部分、後ろのオレンジの部分が、そう、滝野由美子 YT で0924ってなってるの。よくない、よくない、ありが、そう、凝ってるね、そう、いろんな細部までこだわりにこだわり抜いたこだわりポイントです、こだわりポイントです、ぜひゲットしてね。私こういうステッカーとかはもったいなくって貼れないタイプだから、私だったらこれ多分5セットぐらい買ってると思う。これ5セットあったらさすがに1個ぐらいパソコンとかに貼れるかもって思う。私もパソコンに貼ろうかな、これ。わかる、ありがとう、分かってくれて。あ、私透明ポーチに、あ、超いい、透明ポーチに見せる感じで、ここ1個やった。あ、レッドブル50円引き、うわー、11月6日まで、泣いちゃう、なんだよ、なんだよ、泣いちゃう。私の何でも入れ透明ポーチ、そう、いっぱい入ってるよ、薬とかもね、取ったらある、どうかなって思ったら大体ね、ある。そう、あとメイク落としとか化粧水とかもそうなんです。
1回使い捨てのやつとかも入ってるから、そう、乳液とかも入ってる、おしぼりも入ってるし、なんだろう、あ、これは石鹸だ、石鹸石鹸も入ってる、この中に消しゴムも入ってるし、なんだろう、これガム、ハイチュウかな、ハイチュウっぽい、ハイチュウだな、これは食べちゃえ、こんな感じでお菓子も入ってます。そう、あとボールペンも入ってるし、アネピンも入ってるし、洗顔のやつも入ってるし、日焼け止め、薬、コンタクト、薬ここ捨てよう、あとはキーナさん入ってるキーナさん入れてる、あとはこれハリーポッターのやつ、パスピー、目薬、その他もろもろ、ふふふ、いっぱい入ってる、マルビさんありがとうございます、ありがとうございます、うん、残り20分、残り20分になりました、よろしければぜひ何とぞ、メイク落としも入ってた、メイク落としはね、化粧ポーチの中に入ってた、良い、私の好きな愛用してるメイク落とし、なんか初めてメイク落としで、いや初めてじゃないけど、初めてじゃない、ちょっと思ったけどメイク落とし でも全然初めてじゃないわ、全然同じのずっと買ってたわ、でもそう、なんかメイク落としはオイル系とかバーム系とか、そう、いろんな自然由来系とか、そう、いろいろ持ってて、でも一番愛用してるのがこの今使ってるオイルのやつかな、そう、そう、自分に合うやつ、そう、自分に合うやつもだけし、これめっちゃ好きすぎて、なんかよくタンプレであげてる、私自分がめっちゃ好きすぎて、そう、でもめっちゃプチプラっていうわけじゃなくって、ちゃんと普通のっていうか、まあ
そんなプチプラではないかも。デパコス系かな。そう、だからこそそのなんか、そう、私もなんかこれもらったら嬉しいから、そうトップレであげたりもする。オイル乾燥気にならない？いや、私が使ってるやつは全然気になんないかも、うん、あとダブル洗顔不要だからより余計なんかいい。なんかね、ダブル洗顔不要っていうのはなんかね、メイク落としをした後にみんなさ、洗顔フォームあるじゃん、あ、もわもわもわってやってさ顔洗うじゃんか、あれそう、なんかメイク落とした後にあわあわってやって顔洗ってとかもやるんだけど、これはそういうなんかあわあわの顔洗顔しなくていいよっていう、なんかそのそっちも兼ねてるよみたいなやつなので、お肌の摩擦が少なくなるってよく言うんだけど、なんかお肌はそのいっぱい、例えば化粧水して乳液してクリームして美容液塗ってみたいな感じでいっぱい塗るのもいいけど、いっぱい塗れば塗るほどその塗る時の摩擦が、摩擦でなんかそれも結構チリツモで、それでなんかお肌がなんかちょっと敏感になっちゃったりとか、そうくすんじゃったりとかの原因になっちゃうんだけど、そうそう、だから極力お肌に何かをするっていう回数を少なくするために、そう、これはその洗顔は不要だよっていう、どっちも兼ねてるよっていうやつです。メイク落としってでもね、なんかメイクしてない人でもね、なんかそう結構肌の角質とかもちゃんと取ってくれるから、なんか使うのはいいって聞くので、自分メイクしてないからっていう方もなんかそう意外とメイク落としバームだったりオイルだったりミルクだったりなんかメイク落とししてみると意外と肌なんかすっきりしたりすることもあるかも。なのでなんか気が向いたらぜひぜひみんなでお肌チルチルに過ごそう。本当にここに入るまでお肌とかそんなに気にしたことなかったな、うん、私家系的にそこまで肌が荒れない家系だったんだよね、もともとお母さんもお姉ちゃんもその全然肌荒れしないタイプで、そう私も入るまでは肌荒れしなかったけど、やっぱり入って結構荒れたな。やっぱりもうちょっとしたストレスだったり寝不足だったりこう移動だったり、あとはホテル暮らしとかも多いからそれで乾燥しちゃったりとかで、多分自分のペースがいっぱい乱れちゃって、そう入って初めて肌が荒れました。私ジンマシンが出やすかったりとか、そうやってなんか体が助けを求めちゃう、助けを求めるならば助けてやろうってことで、私もそうちゃんとなんかちょっと疲れてジンマシンが出ちゃうとかだったらごめんねで、ちょっと薬飲んで、でもちょっとやっぱり休もうかな今日はみたいな感じで、そう今日早く寝よう、早く寝るし、そう、
ティーマチは昔から高校生の時もね、やっぱり部活もその、まあ、ストレスっていうか部活の疲れで結構出ちゃってて、逆に私高校の方が出てたかもしれない。高校の時の方がそう毎日出てた、ジンマシンが。帰りに、部活帰りにほぼ毎日出てた。本当にそんなになんかそう自分が追い込まれるなら部活やめればいいじゃんって思うんだけど、そう、そうでも別に自分が好きで好きで追い込まれてるわけじゃないけど、なんだろう、そう、でもそこまでして頑張りたかったんだよね、きっと当時。追い込まれるのが好きなわけじゃないですけど、追い込まれてもそう、それでもやりたかったことなんだと思う。全然そんななんか部活辞めさせてくれないとかでもないし、そう辞めようと思ったらきっといつでも辞めさせてくれたと思うんだけど、そうし全然人間関係とかは、うん、みんななんであんなに楽器が上手な子ってみんな人間ができてるんだろうってぐらい本当になんか多分人としてダメな人は音もダメになっちゃうみたいな、なんだろうなのがあってそうなんかステージ上だけとかでいい子ちゃんしても、そう全部なんか普段のこととかが全部音に出ちゃうってよく言われてました。からすごい普段の生活からその眉毛剃っちゃダメとか、あ、この触覚もダメだったな、ここの横の毛出しちゃダメだったしみたいな、なんかあ、発生してる、お、達成してる、ありがとう、ジューシーなフルーツ達成、おー、ありがとう、クリアファイルと T シャツとジューシーなフルーツ、ありがとうございます、ジューシーになります、ありがとう、ありがとうございます。そうだから部活めっちゃ大変だったけど、なんかそういう人間のゴタゴタみたいなのは部活に関しては全然なかったと思う。みんな本当にそう、やっぱり吹奏楽とかだとソロじゃないから全員で息を合わせないとできないものだから、いやー、しかもさ、なんかそこの厳しいって分かってるところに自分から行く人ってさ、それなりになんかちゃんと覚悟がある人たちばっかりだから、カンズさんありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。あ、で、そう、ジ
コロナ禍かな、コロナ禍で一旦自分の時間ができて、そのそこら辺からいろいろ落ち着いてきたと思う。肌もそんなに荒れなくなったしね、ずっと見てくれてる人はなんか確かにって思ってくれるかもだけど、そう、なんだろうな、普段の生活もあると思うし、あとやっぱりなんだろうな、でも今思うとすごいよね、家から出ちゃダメってさ、すごい映画みたいな話だよね、めっちゃね、なるべく家から出ないでくださいってね。しかも私そのなかなかさ、その1ヶ月家帰れないとかさざらにあったからさ、し家に帰るって言っても本当に朝と夜だけ、とかだったからほとんど、いざいきなり家に行って、でもいきなりそう家から出ないでくださいってなったらどうしていいか分かんなくて、みんなもそうだと思うけど、そう本当にどうしていいか分かんなかったな。握手会もどんどん中止になっていくし、そうツアーだって中止になったし、あ実家にも帰れなかったし、そう実家にも帰れないし、中止になったかといって、ね、そう私いきなりそうマスクしてくださいってなって、でもマスクないしっていうね、すごいね、みんなそれを乗り越えてきてる仲間だもんね。あ、待って、大変大変、58分、キャーン、13位、シャイニングフィンガーさんありがとうございます、やばいやばいやばい、12位、ぬりえさんありがとうございます、11位、テラコブさんありがとうございます、10位、マニアキャットさんありがとうございます、9位、キューさんありがとうございます、8位、ヒヨさんありがとうございます、7位、バリさんありがとうございます、6位、パルパルさんありがとうございます、5位、ヒデ様さんありがとうございます、4位、コイ5079さんありがとうございます、3位、オックンさんありがとうございます、2位、カサオキさんありがとうございます、1位、アイオンさん卒業公演の帰りどうしよう、どうしよう、お気をつけて帰って、当選したらよろしくね、でも当たりますように、ありがとうございました、よかった最後まで読めた危ない、今何時だろうって見てよかった、ありがとうみんな、今日も最後まで、明日明後日お話し会よろしくお願いします、はい、それでは今日も最後までありがとうございました、明日も一日頑張りやみりん、それではおやすみなさい、おやすみ